どうもこういう辺鄙なところまでたくさんお見えいただきましてありがとうございます。今坂口先生のご紹介聞いていただいて分かりますが、普通学問的業績とかそういうことを紹介されるんですが、大変ご苦労されてですね、何もそういう業績がない人間をどう紹介するかということで、いろいろ運動やってるとか遊んでるというばかりをご紹介いただいたんですが、本当にその通りなんです。建築をやっててすぐこれは才能がないと思ってコンピューターをやって、これも大してできないなっていうんでちょっと通信をかじって、最後環境がいいかなっていうぐらいのいい加減な人生を送ってきました。それで今日お話しするのは、なぜ私がそういう分野であまり、うまくいかなかったかという言い訳のような話をちょっとさせていただくんですが、いろいろ工学系の方はですね、文明というのを随分作ってこられたんですね。ところがこれはいいことだけではなくて大変な矛盾がある。インターネットというのは今世界最速に普及した情報通信手段ですけれども、世界で大体30億人使っていると言われて、赤ちゃんを除けば大体大人の半分は使うということになったんです。これ素晴らしいことで、いっぱいいいこともあるんですが、例えばこういうことがあるということですね。世界では大体1日4500億通のメールが行き来している。こんなに大体1人、150通とかですね、そのくらい行き来しているということになるわけです。ところがカウントしてみると9割はいらないメールなんですね。皆さんもあなたにもスパムメールというのが来るかと思いますが、例えばバイアグラ安売りしてますよとかですね、こういう交際はどうですかというのが来る。で、これいらないから消さないといけない。最近プログラムがうまくできてまして、どんどんいらないものを勝手に覗いてくれることもあるんですが、やっぱりいいかなと、消していいかなと思うために仮に3秒時間を使うとします。で、時間単価を世界平均で2000円ぐらいとすると。じゃあ いくらその消すために我々が使っている無駄な時間があるかというとですね、掛け算していくと1年間250兆円です。250兆円というのは世界の GDP の 3.8% で、これ実感がないと思いますが、こうご紹介すると実感いただけるかと思いますが、これらの12かな、国がありますが、数字はそれぞれの国の GDP です。つまり日本でいうと480兆円ぐらい今国民が富を作り出しているんですが、それら12カ国ですかね、それを足すとですね250兆円になる。つまりこれらの国々の人が一生懸命汗水で働いて作り出した富はインターネットのために実は消えてるんだということになる。それから最近は、サイバー犯罪、年金問題、その他で大変なことです。これは日本の統計なのであまり大したことないんですが、11年は大震災があったんでちょっと下がりましたが、どん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 増えております。でこれはシマテックというアンチウイルスのソフトを作っている会社の推計ですが、世界で2011年に1年間何らか そのサイバー犯罪に出会った、例えば嫌がらせメールが来てちょっと、クリックしたらコンピューターが動かなくなったという些細なことから始まってですね、最近の、いろんなところでごそっと情報が盗まれたというのを全部足すと、被害に遭った人は4億3100万人いるというわけですね。で中国ではなんと人口の 85% の人が、人口じゃなくて使ってる人のですね 85% が、日本はまだ狙われてないので 38% ですが、すごい。それからその被害がどれだけか、金銭がいろいろ盗まれたとか、うっかりメールで振り込んでしまったというのが1138億ドルで、時間復旧させるためにエンジニアの人が一生懸命努力するとか、いろんな時間をが2700億ぐらいで、足すとですね、3881億ドルがこのインターネットのために無駄に使われている。でちなみに世界の麻薬取引が4110億だそうですから、ほぼそれに匹敵するぐらいの富が、世の中からインターネットのおかげで失われる。それから2番目、大変皆様方愛好しておられます温水洗浄便座ですね。これ日本はどうも飽和状態になったようで、ここ数年間 76% でもうあまり増えてません。これ素晴らしいことです。
正確な統計は知りませんが、多分時間減ってるとかですね、いいことはいっぱいあるんだと思うんですが、問題は電気を使うということなんですね。でこれはヒーターを温めるんではなくて、お尻を洗う時のお湯をパッと吹き出すための電気がだいたい400ワットぐらいで、今5200万世帯の 76% 普及しています。で朝8時頃がですね、一斉に使ってる、3割の人が一斉に使ってるそうです。出勤前にね。であれ1秒で終わるわけじゃなくて、結構シューッと何秒か使いますが重なるんですね。でその時どれだけ電気を使ってるかというと474万キロワット使ってまして、日本の総発電能力ですね、発電能力のだいたい 1.7% で、たまたまなんですが、私が福島のことを調べてたら すごいちょっとこの474という数字を覚えておいていただくとですね、今廃炉に着々と進んでる福島第一原子力発電所6基ある発電機のフルに稼働したときどれだけ電気が作られるか、474万キロワット作られると。だから厳密な比較ではないんですが、今までこの発電所は朝8時ごろ国民の皆様がお尻を洗うためにひたすら電気を作っていたと、量的にだけはね、なるということになる。それから自動車なくては今や生きられません。世界に10億台だいたい自動車がある。とこの問題はですね、事故が起こるということなんですね。正確な統計はないので私がいろんな国の統計をかき集めて、推計すると、表に出ている数字でだいたい130万人の方が1年間に住んでおられる。もう世界最強の殺人兵器と言っていいくらいのものが全く野放しに売られ使われているというのが現状なんです。でこれどのくらいすごいことかと、簡単な例で、多分今日お見えの皆様は朝鮮戦争の頃は皆さんもう生まれておられた頃だと思いますが、300万人の人が亡くなりました。だから戦争3年間続いたので1年平均すれば100万人なんですね。自動車事故よりも全然少ない、全然というか少ない。ベトナム戦争というのは大変な戦争をやったように思われると思います。確かに15、6年間で240万人双方で官民、兵隊さんも民間人も入れて亡くなりました。しかし平均すれば1年間16万人でしかないということなんですね。だからいかにその自動車というのがすごいことをやってる、すごいというのはいいこととは言えませんが、すごいことをやってるかということも分かる。こういう問題が文明にある。もう一つ別の文明の問題はですね、世の中で配るシステムがまだ今の社会には非常にうまくいってないものがいっぱいあるんだということです。過去60年間、1950年間から2010年まで人口は 2.7 倍に増えました。今もう70億人突破してますが 2.7 倍増えた。でその間穀物の生産は 3.5 倍増えました。で1人当たりで計算していくと、上がったり下がったりしてるんですが 1.3 倍増えてます。ということは当然食生活は豊かになってるというはずなんですね。1人当たりはどんどん増やしてる。ところが世界の飢餓人口というのは90年頃からずっと増えっぱなしです。なぜこんなことが起こるかというと、現在世界では栄養不足でもう餓死に近いような状態で生活している人がだいたい10億人いると言われております。特にアフリカに多いんですが、で、残念ながらそのうち、餓死で死ぬっていうのはちょっと正確には分からなくて病気でとかいろいろあるんですが、だいたい1000万人近くが、亡くなっているというわけですね。 1% ぐらいが亡くなっている。ところが食べ過ぎて困っている人が世の中には11億5000万人あるということなんですね。でこの人たちは、医療費を使い、それからダイエットにお金を使いということをしているんですが、そういう人がいる。つまりこういう矛盾があります。で富についても同じことが起こっておりまして、60年間、これ名目 の国民総生産ですから実質はちょっと違うかも分かりませんが、だいたい10倍こう増えました。でその人口で割っていきますと1人当たりでも 3.5 倍増えました。みんな豊かになったんじゃないかと平均で言えばね思われると思うんですが、実は格差はどんどん開いております。一番開いているのは中国なんですね。だいたい 10% の金持ちが国の
家計資産の6割以上を占めているということです。ちなみに今中国は日本よりはるかに金持ち の国です。どういうことかというと、年収1000万円以上の家庭が1億世帯あるということですね。日本にはそんなないんですね。これでいけば日本の世帯全部が1000万円以上になるという、中国並みになればなるんですが、そのくらい、偏っているんですが、こんな勢いである。それからアメリカが 5% の、金持ちが、6割を占めている。で、日本は比較的ですね、この赤い線なんですが、いい国で 7% のお金持ちが 7% しか占めてないから、大体いいんじゃないかと。しかし、いろいろ調べてみると、どんどん格差が開いていて、ブラジルが一番お金持ちと貧乏な人との差が大きいようで、60倍差があります。あとメキシコ、中国などあって、日本は少ない方ですが、それでもですね、7、8倍格差は開いているということになりました。こういう問題があります。で、これが大きく言うと、文明というものが作り出した社会 の、根底にあるような問題ですが、もう一つですね、私がなぜ後でお話しするような先住民族のことを調べる気になったかというと、歴史はインチキしか書いてないと、ちょっと大げさ、これ放送されると歴史はですね、非常に誤ったことがたくさん書かれているということです。つまり勝った人が勝手に記録をしたものが歴史なんですということなんですね。例えばこれ行かれた方もおられると思いますが、この下の方にイギリスの、地図がありますが、2箇所に、こんな石垣がずっと続いております。下の方は西暦122年にローマ皇帝のハドリニアヌスの時に作った城壁、それから上はもうちょっと後にアントニウスという皇帝が作った城壁です。なぜこんなものがこんなところにあるかというのはですね、ヨーロッパの歴史を見ると、昔ケルトとまとめて言われるような人たちがずっとヨーロッパ全域に住んでいて、特に今のオーストリアあたりから中心があって、ここからどんどん、進んでいって、このグレートブリテン島もとかアイルランド島もケルトが、大体住んでた場所だったんです。ところがですね、ローマが特にシーザーの頃からどんどんそのケルトを追いやっていくという活動をし始めまして、ここまで追い込んでいったんですね。そうすると上の方に逃げたケルトの人がまた攻めてくるということで、ここに城壁を作って防ぐということをやったのがあれです。で、普通歴史をスーッと学ぶとですね、こういう細かいことを言わなくて、万族ケルトを防ぐために先進国ローマが城壁を築いたというような、解説を受けたりするんです。で、行きますとですね、こんな木が全くない草っぱらです。なぜこんなことになったか、本当は鬱蒼とした森林地帯だったんです。スコットランドあたりのですね、それは後になってシェイクスピアがマクベスという悲劇を書きますが、この3人の預言者が、王が自分は安泰かと聞いたときに、この周りにある森が動かなければあなたは安泰だということでですね、安心したんですね。この森がどうして動くんだと。そしてある時、突然森がゴソゴソと動き出して、あ、予言が当たったと言って、この王が、マクベスが狂乱状態になるという場面があるんですが、実はこの鬱蒼たる森林の右側にケルトの人たちが、いたわけですね。で、森林の中に潜んで攻めてくるということを防ぐために全部木を切ってしまったんです。で、これスコットランドも、ブリテン島が全てそうですが、氷河の時に氷土がほとんど削られたところですから、なかなか簡単にまた森林に戻すことはできないということで、こういうことになったということであります。それがもっと大変な捏造が、このサンタマリア号に乗っていたコロンブスです。普通歴史で、アメリカ大陸発見はいつ誰ですかと聞かれたときには、1492年にコロンブスが発見しましたと書かないと、大体中学校高校の試験ではペケ、それ以外の答えはペケになるんですが、これ真っ赤な間違いですね。コロンブスは4回、西の方に向かって、来ました。で、1回目がこのピンク色の線です。で、初めてたどり着いたのが赤い矢印がある
サンサルバドル島という、これはあの勝手にコロンブスが名前をつけて、実は別の名前がもうあったんですが、サンサルバドルという名前を作った島に到達しただけなんですね。これが10月12日のことだったんですが、これをアメリカ大陸発見だと言い張ってるんです。で、1回目の時には結局あの大陸まで到達せずに帰ってきてます。で、やっと大陸の一部に到達したのが4回目の時ですね、1502年、この中米のところに到達した。で、まあ、仮にこの島でもいいかと、大陸の一部だと認めてアメリカ大陸発見をコロンブスと言ってもいいんですが、これも実は真っ赤の嘘でですね、それよりも500年前に、バイキングの末裔のレイフ・エリクソンという人が言ってたということが、ノルウェーのというか、まあ、バイキングの神話のサガという、まあ、神話があるんですが、それに記録されてるんですね。昔エリクソンというのが言ったぞというふうに書いてある。で、そんなものは嘘だとみんな言ってたんです。で、これは千年というのは写真があるわけじゃなくて、後で復元してこんな船だったろうというんで行ってみようと言って冒険をした時の写真なんですが、そのサガという神話にどう書いてあるかというと、まあ、今の言葉で言うとアイスランド、グリーンランドの沖を通って、現在のバフィン島というところに相当する岩石の土地というところに到達した。私ここまで行ったんですが、今は全部年中氷が上を覆ってます。西暦1000年頃というのは地球温暖化の時期で、もう岩が出てた時期ですね。とか寒いというので、ちょっと南へ移って、森林の土地まで行った。これラブラドル半島ですが行ったと書いてある。で、それでも寒かったのでブドウがなる土地まで行ったと書いてあったんですね。で、そんなものはまあ、日本でいうと古事記とか日本書紀の話じゃないかという、はっきり証拠があるかというような話になったんですが、実はこのブドウのなる土地のところにランソーメドウという今では世界遺産になっている遺跡がありました。で、調べてみたところ、ちょうど西暦1000年頃のイギリスで作られた金属製のボタンがここから出てきたということになって、やっぱりその頃1000年頃に来てたんじゃないかということになりましてですね、実は最初に仮にヨーロッパの人が発見したということにすれば、1000年頃に、つまりコロンブスが来る500年も前にもう行ってたんですというのが正しい答えですが、これも間違いなんです。で、それを面白おかしく書いたのがアート・バックウォールドという随筆家で、誰がコロンブスを発見したかということなんですね。コロンブスが誰を発見したんじゃなくて、誰が、それはどういうことかというと、コロンブスがサンサルバドル島へ着いた時には、これはすでに1万年以上前からグアナハニ島という名前がついていて、ルカヤン族という、まあ、インディアンですね、もう生活していて、彼方から来たコロンブスを、ああよく来たなと言って迎えてくれたということなんですね。それで今この民族間では、俺が最初に、俺がってうちの祖先が最初にコロンブスを発見したんだという争いが続いているということが、まあ書いてあるというわけです。で、もう一つ、ちょっとキリスト教徒の方には申し訳ありませんが、ピルグリムファーザーズというのが、まあ、アメリカの建国の、祖だというふうに言われているわけですね。1620年に、オランダの方から、まあ、新教徒が逃げていったんです。それで最初はもっと南へ行く予定が風に押されて、やっと、ケープコッドのあたりまで来た、ボストンの、まあ、もうちょっと北の方へ着いて、寒い中に、上陸したんですが、とても寒いってんで船の中へ戻って、150、60人いったうち半数がその冬の間に寒さで死んでしまうという悲惨なことをやります。で、それを、まあ、見かねたインディアンが春になった頃来てくれて、いろいろ土地を貸してくれたり、トウモロコシの種をくれたりして、何しろ都会の人で農業も知らないからこうやって作るんですよと教えてくれた。で、感謝して、次の年に1621年に、まあ、こんな綺麗な格好したわけじゃないんですが、後で描いた絵だから作った料理をインディアンにあげてると、これがサンクスギビングデーの始まりだと言われています。これはこういうこともなかったわけではないんですが、
インディアンの立場から全くそんなこと言うなということなんですね。でなぜかというと、その入植してきた人たちはどんどん土地を広げるためにもともと住んでいたインディアンをどんどんこう殺していって土地を奪っていった。でとんでもないということになってですね、実は、今でも毎年プリマスというアメリカの2番目にできた植民都市がファーストサンクスギビングデーというのを初めてアメリカで感謝祭をした日だというお祝いをします。11月の第2木曜日ですかね、やるんです。で怒ったインディアンが同じ日に今毎年やってるのがナショナルデーオブモーニングっていうのは、まあ、悲嘆の、国の祝日、つまり俺たちを虐殺した時をなぜあいつらは祝うんだと、俺たちは言わないぞと言って1970年から毎年同じ日にこういう、まあ、記念日を開いているということでですね、まあ、こういう問題がある。だからアメリカへ、まあ、行って開拓したということは間違いではないんですが、その裏にはこういう歴史もあるんだというようなことなんです。それでこれがなぜ、私がこれからお話しすることに関係するかというと、こういうことをいろいろ興味本位で調べてますとですね、まあ、世の中にいっぱいまず問題があると、進歩進歩というけどその陰にはいろいろ問題があると、それから歴史というのは本当の歴史って一体何だということが、まあ、疑問になりましてですね、ある時こういう、なかなか面白い言葉にあった、世の中には、まあ、これ分かれ道にの写真になってるんですが、こちらへ行くかこちらへ行くか、その分岐点のようなところがあるだろう、どっちへ行くかと決めるのは簡単ではないけれども、一つの方法として古いもう捨て去った方法でももう一度見つめたらどうですかと、でちょっと戻ってもいいから今こう突き進んでいく文明などを戻ったらどうかということを、オーストラリア大陸にいるアボリジニという先住民族の人が、まあ、こういうことを言っていると。これでそうかと思ってですね、じゃあ先住民族のことを調べてみようと思って、まあ、大学にいる頃はあんまり本格的にできなかったんですが、定年で辞めてからちょっと勉強して、ある会社がじゃあちょっとテレビ番組を作るお金を出してあげるよと言われたんで、2006年からテレビ番組を作るようになりました。で先住民族というのは、まあ、はっきりした定義はないんですが、一応ですね、国連の先住民族についての作業部会というのが作った定義があって、もともとある土地に住んでいたのに外から来た人が圧倒的にもう武力とかいろんなものがあるので、支配してしまって、その片隅に、まあ、細々と生きている人っていうのを先住民族と定義しているわけですね。で世界にはだいたい70カ国に5億人がそういう状態で生活しております。これはほんの一部だけなんですけど、もっと何百という先住民族がいます。でこの色がついているのは私が訪ねていってテレビ番組を作った場所なんですが、僻地ばかりへこの6、7年行ってました。それで BSTBS で6年間パナソニックのご厚意でこういう番組を放送してたんです。それで一体先住民族から私たちはどういうことを学ぶ必要があるかということをですね、まあ、この番組では訴えてきたんです。で今からそのいくつかのトピックスをご紹介させていただきます。一つはこれからお話しすることはね、日本の方にとってはそんなこと私たちも当たり前ですよ、そう思ってますよと言われると思います。だから日本の人にとっては比較的違和感がないんですが、一般に先進国と言われる人たちにとっては結構違和感のあることなんです。で例えばこういう言い伝えがあって、ネズパース族というのはアメリカインディアの一部族です。どのような動物もあなたよりはるかに多くのことを知っているんだよと、動物と言ってバカにしてはいけない、人間よりもいろんなことをよく知ってるんだというふうに言い伝えがある。それから人間は、これもクリー族というのもアメリカインディアンですが、人間は粗末にした動物から罰として病気をもたらされた、で治す方法が分からないときに動物がまた治す方法も教えてくれた、まあ、例えばこれはどういうことを言っているかというと、ライオンなんかもそうだそうですが、お腹の調子が悪いと特別の草をちゃんと選んで食べに行くそうですね。それからチンパンジーなんかもっと進んでいて、いろんな
草を食べて病気を治すという能力がある。でそういうものを人間が見て、あ、腹が痛いときには葉っぱを食べればいいかというようなことを習ったんだよということをまあ言ってるわけですね。それでそういう経緯があるので、先住民族の多くは動物を崇拝しています。ニュージーランドにマオリ族という先住民族がいますが、彼らはクジラが自分たちの祖先を助けてくれたということを信じてるんですね。海を渡ってきた時に遭難したらクジラがこうガーッと持ち上げて祖先を助けてくれたんだということで、ちょっと遠くの方ご覧いただけますかね。これがクジラで、これがマオリ族の祖先で、クジラがこう助けてくれたということですね。で、クジラは、決して取らない。岸に打ち上げられたクジラは食べたようですが、捕鯨はしないというところです。ニュージーランドはかつて捕鯨基地として大変有名だったんです。それはイギリス人が捕鯨するために使ってた基地で、ニュージーランドマオリ族はしなかった。で今何にクジラを利用しているかというと、ホエールウォッチングですね。これ私が行きましたが、カイコーラというニュージーランドの南島にある港から出て、こういう立派な船で3000円ぐらい払うと見せてくれます。それで案内の人に、これ3000円も払って見えない時どうす、見られなかった時どうするんですかって、あ、全額返しますよって言うんですよね。それ商売になるのかなと思ったら、 99.6% ちゃんとクジラが出てくるんだそうです。で、なぜかというと、実はクジラっていうのは一般に世界中の海をずっと回遊しているようなんですが、ここのクジラはザトウクジラですが、ほぼこの湾内に定住しているそうです。それでエンジンをかけた船がゴトゴトゴトっと行くとですね、サービスのつもりかなんか、必ずこうお客さんに挨拶をしに出てくるということで、ほぼ必ず見れるということで、私が行った時も仕事を見ましたというようなことをしている。それからオノンダーガ族というのがアメリカインディアンの一族にありますが、これが彼らの国事というのは、国の印鑑のようなものですね。ご覧いただくと、カササギとかハトとか鹿とかカメとかウナギとかで、オノンダーガ族にはいろんな、また細かい部族がいて、それぞれうちの祖先はウナギだとかですね、うちの祖先はカメだというふうにもう信じてるわけです。だから絶対にそれは食べない。ウナギなど本当、日本人に馴染まないんですが、こんな直径このくらいの、長さ1メーターぐらいのウナギがよく取れるんですが、それは絶対食べないということを知っているというわけです。それから先ほどのネスパーズ族の人たちが言うように、動物というのは人間よりもやっぱり進んだ能力を持っているかもわからないんですね。例えば2011年に、後で地図をお見せしますが、スチュワート島という島に百数十頭のクジラが、ゴンドクジラが打ち上げられました。これ打ち上げるというか、むしろ自ら突進してくるんですね。そうしたらその2日後にカンタベリーで、クライストチャーチで大地震が起こって、日本の方もかなり亡くなられた地震が起きました。で位置関係はこういうところで、ここがスチュワート島で、107頭のゴンドクジラが、そして600キロ離れたところで、2日後に地震が起きたということです。それから日本でも起こっておりまして、東日本大震災の時に、3月4日に鹿島市というのは茨城県の太平洋に面したところの折津海岸というところに、数十頭のカズハゴンドウというクジラが自ら突進してきたんですね。それでその1週間後に大震災、津波が起こったということです。で今の科学はまだ進歩してないために、因果関係があるかどうかというのは判定できないというか、解明されておりません。しかしひょっとして可能性はあるかということです。で地図で言うと、先ほどの600キロよりもうちょっと近い320キロにこういうことが起こったということでですね、ひょっとしてその地殻変動を何らかの方法で察知したかもわからないというわけです。それから2011年の8月にワシントンにある動物園で突然ですね、オランウータンがギャーッと騒ぎ出したり、フラミンゴがバタバタしたりという異変が起きました。
でこれがその時の新聞記事ですが、地震を予知したのではないかと言われています。それから数時間後にニューヨークで、マグニチュード 5.8 の地震、日本人にしてみるとあんまり大した地震じゃないんですが、まあ、向こうの人にとっては大変な地震で、専門家が人間が知らない現象を察知した可能性もあると、まあ、言っているというようなことも起こりました。ということで、いろんなその自然を察知する能力というのはね、人間よりもあるかもわからない。で私それ実感したことがありまして、オーストラリア大陸の砂漠をアボリジニの人とずっと旅行というほど大げさではないんですが、旅をしたことがありましてですね、それで突然アボリジニの人が砂をガーッと掘り出したんですね。何するのって言ったら、手で30センチぐらい掘っていて、水がじーっと染み出してきて、しばらくしてもう水がたっぷり溜まってですね、それで、まあ、砂が落ちて澄んだ後、こう手にすくって飲めるよと言って飲むということをしてました。で我々砂漠歩いててどこに水があるかなんてこと全く予知できないと思いますが、彼らはそういう能力がちゃんとあるんですね。でさらにその動物はもっとすごい能力があるかもわからない。で日本は一生懸命地震計をこれだけこれ強震のと強い地震だけ、弱い地震の地震計はもっといっぱいありますが、1800箇所にも設置して、最近では海の底にまでいっぱい設置してますが、ついに地震予知、研究会かなんかはもうギブアップですね、地震予知はもうできないんですと表明するまでになった。それから渡り鳥、オオソリハシシギという渡り鳥は、まあ、羽を伸ばすと80センチぐらいの鳥です。で夏の間は北半球が夏の間はアラスカにおりましてですね、子供が生まれて卵からかえって飛べるくらいになると、秋が始まると、延々と南半球に向かって飛んでいきます。で、発信機をつけた鳥を追跡したらですね、だいたい8日間の間に、アラスカからニュージーランドのそばまで11,680キロを無着陸で飛んだ。それから餌も取らない、まあ、飛んでて虫ぐらいピッと取ってるかも分かりませんが、海の上にも降りずにひたすら飛んで平均時速60キロで飛んできたということが分かった。それからまたこちらが今度冬、南半球が冬になるとニュージーランドから飛び立って、朝鮮半島の38度線の緩衝帯というところが人がいなくていいところだというんで、そこへ飛んでいく。これも1週間程度で1万キロを飛んでいくということが、無着陸で飛んでいくことが分かった。じゃあ人間はどうかという、ちょっとまあこれは大げさですが、ボーイング737-200 の時代には4000キロしか飛べませんでした。ジャンボジェットが出てもまだ9800キロでした。767になっても9700キロです。で、やっとカーボンファイバーで作った787が出て1万4000キロ飛ぶようになってですね、ようやく2011年にオオソリハシギに追いつく程度になりましたということであります。だからまあ大したことはないんですと。それからもっと面白い例はですね、イグノーベル賞ご存知だと思います。まあ、役に立たないけど面白い発見をしたら賞をあげるということですが、新生年金という昭和天皇が大変ご関心を持って研究しておられた単細胞 の、まあ、細菌があるんですね。でこれをこういう関東地方の地図のだいたい都市があるところに粘菌の好きな餌をまずばらまいておくと。で東京は大きいからちょっとたくさんで、ここにパッと粘菌を、まあ、ばらまくとですね、8時間後にどん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 粘菌が広がっていって、ほぼ1日経った26時間後にはこういう模様ができましたということです。もうちょっと大きくするとこういうことになりまして、粘菌が通った跡がこういうふうに、人間が永遠と何百年間かけて作ってきた道路網、鉄道網と全く同じじゃないですかというわけですね。単細胞の細菌でさえ人間数百年分の能力を1日で達成できるということもあります。ということで人間はですね、そういう能力を失ってしまったかというと、そうではない。
文明が失わせたんだというのが、まあ、私の考え方で、これはあの沖縄海洋博の時に、ミクロネシアのサタワル島というところからこの6人の人が上半身裸でですね、しかも冬で寒いのに平気であのこんな小さな船で3000km をずっとあの移動してきました。あの沖縄海洋博へ、まあ、お祝いに駆けつけてくれたんですね。でこの船はあの私がというかこの一番最初にあのタイトルのところに出ていた写真があれ、私がこう操縦してこういう船を動かしているところですが、金属製品というかあのとにかく金具が全くありません。それから計器は腕時計さえないんですね。もちろん GPS も何もない。で彼らはちゃんと3000キロ離れた沖縄まできちんと来ることができた。それはなぜかというと、あ、この右の船が同じようなもうちょっと大きいんですが同じような船で、まあ、これ私があの操縦させてもらってるんですけれども、あのどういう能力を持ってるかというと、これはあのこの時操縦あの船長ではない別の後継者ですが、若い人たちに操縦法を教えてるんですね。どんな大変なことを教えるのかと思ったら単純なことで、あのサンゴ礁のかけらとその辺の葉っぱを取ってきて32個だったかその置いてですね、この方角にこういう星座が見えてこの方角にこういう星座が見えたら自分の船のある場所はどこどこだよということをですね、延々教えていくんですね。で当然海のいろんな場所での星座の見え方を教えますから、あのだいたいまず最初8年ぐらいまず教育をする。それだいたい覚えたかというときにですね、900キロ離れたところへこれよりは小さい船で一人で操縦して行って戻ってこいっていうんですね。で戻らなかったら、まあ、死んでしまうわけですが終わりと、戻ってきたら次のレベルの教育をしてやる。で大体50過ぎるとその、まあ、名人というかですね、あの称号をもらえる。この人があの今一番上の称号を持っている方ですがもらえるというぐらいものすごい訓練をすると、人間はちゃんと、こんな船を、操って沖縄まで来ることができますというわけです。ところが残念ながら GPS という、まあ、素晴らしいといえば素晴らしいんですがくだらない技術ができてしまったためにですね、私たちはそういう能力をどんどん失っていってしまうということです。でもうそれをからかって書いてありまして、かってチンパンジーからエンジンになり少しずつ進歩してきたけれども、いろんな技術を持つたびについにあのなんとなく似たような形になってしまったんじゃないですかとからかっているというわけですね。ところがちょっとまあこれ飛ばして、最近ですね、それをようやく人間も反省して生物から学ぼうという意識が出てまいりました。バイオミミクリ、ミミクリって真似するという意味でですね、生物の優れた能力を真似しようという考え方です。これは何かお分かりかどうかですが、蚊の針の一番先っぽです。実はあの普通の注射針のような単純な形ではなくてこんな複雑な形をしているんですね。でこれはなぜかというと、ここをご覧にいただくとノコギリのようになってましてですね、あのブスッと刺すのとギリギリギリと実は蚊はあの皮膚を切り刻んでその後に注射針を入れているというわけですね。だから刺されても気がつかない、知らない間に刺されてた。そこでこれを真似した注射針を作れば痛くないんじゃないかということでこういう針ができまして、実際今これ販売しているようですが、あの刺すと痛くないということになりました。ですからこれは何か、まあ、大体想像できるかと思いますが、シロクマの、毛のこの白い毛の断面です。中が中空になってます。ですからシロクマっていうのは0か60度ぐらいのところでずっといてもなんとかあの、維持で自分の体を維持できる、この毛が覆っているからなんですね。そこでそうかということでできたのがホローファイバーという、これプラスチックでというか合成樹脂でできているんですが、真ん中に穴を開けた繊維を作って、それで水着を、まあ、織るというか作るとですね、水の中に入っても寒くない。それからこれはあの寝袋なんですけれども、あのこのホローファイバーを中へ詰めていくと断然断熱効果がいいというものもできた。でこれは何かというとですね、まあ、
キャーって言って嫌がられる方もおられるかと思いますが、ヤモリの指先一本の非常に大きく拡大した写真です。で、大体一本の指先に50万本ぐらい、そうですね、この一本の指先に50万本ぐらいの毛がたくさん出てます。それでヤモリってのはこういうところをまっすぐも伸ばして天井でもこうずっと歩いていけるんですね。で、それはまあ一見なんか先がネトネトしてて粘性のあるものがついていてペチャペチャやっていくかというと、私触ったことはないんですが、専門家の方が聞くとサラサラだそうです。全然湿ってない。どうしてかというと分子間結合力というんですが、このヤモリの、毛と指先の毛と壁の分子とがこう結合力が分子と分子が引っ張り合う力があって、それが、まあ、ここだけでも250万本あるとヤモリの体ぐらいは十分支える、まあ、引力と思っていただいてもいいんですが、引っ張る力がある。そこでですね、今日東電工という会社がプラスチックでこういうヤモリのような繊維を作りました。これ今セロテープのようなものになってましてですね、どんなものにもすぐくっつく。で、何がいいかというと、セロテープは1回貼って剥がしたらもう使えませんが、これは何度でも乾いてますから使えるというようなテープもできましたということです。で、これは何かというとサメの表面です。だから昔はこれで大根おろしをおろすおろし金なんか使ってたわけですが、このおかげで非常に早く泳げるということが分かってきたんですね。そこで繊維会社がこの形を真似したこういう繊維を、繊維というか布を織って、これを水着にしたら記録がだいぶ伸びたんですね。今公式競技ではこれ使っていけないということになってるんですけれども、かなりスピードが出るということになった。つまりサメから学んだということで、こういうことをどん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 今やってます。まあ、これは今日分かりやすいために写真で説明できそうなのをご説明しましたが、もう通信からいろんな分野にこういうことが今できてくるようになった。ようやく人間も生物の方が利口だから学ぼうという気になってきたんですね。それから2番目に大事なことは、我々予測というと、これ英語でフォアキャストと言います。フォアというのは前へという意味なんですね。で、キャストというのは投げるという意味です。だから元の言葉は釣りをするときにビューンとこう釣り竿から重りのついた糸を放り投げることをフォアキャストと言ってたんですね。で、まあ、それを引用して予測するという前を考えるという意味なんです。ところがですね、そういう予測をしない民族があります。アメリカのインディアンのナバホ族は現在の環境は、つまり自分たちが生活している環境は未来の子孫から預かっているものなんだと。だから勝手なことはしませんと。未来の子孫が本当に先祖はいいことやってくれたかと思うようなことしかやりませんと決めてるんですね。つまり未来を予測するのではなくて、未来の子孫が思う現在を考えて行動を起こしますという考え方なんです。で、同じことはですね、イロコイ族という、これもアメリカインディアンですが、いろんなことをやるときには7世代先の孫子のことを考えてやりますということなんですね。つまり、まあ、7世代というと200年ぐらいですが、200年ぐらい先の私たちの子孫が、ああ先祖はいいことやってくれたと思ってくれるかどうかを考えて今何かをやることがいいかと考えますということ。で、そんなことをどうやってやってるのというと、実際やってるナバホ族をやってましてですね、これは行かれた方もおありになるかと思うんですが、ラスベガスです。で、ここにコロラド川という 2000km もある長い川が流れてます。で、ナバホ族はここから300キロぐらい離れたところの砂漠に、まあ、住んでるんですね。まあ、これちょっと追いやられてそっちに住むことになってしまったんですが、追いやられている。で、ラスベガスは行かれた方はお分かりかと思いますが、砂漠の中に作った土地なのにどん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 発展していって、なんと
青々とした緑の中で生活してるんですね。で、24時間こうこうと電気をつけて、砂漠なのにこんなあの緑豊かな環境に生活してる。それはなぜかというと、コロラド川にフーバーダムという巨大なダムを作りました。何しろこのダムはですね、溜める水の量が琵琶湖の 1.4 倍ぐらいあるという、たった1個のダムを作っただけですごい水を溜めることができる。でこの水がラスベガスに引かれ、もちろんロサンゼルスとかあのカリフォルニア州の南半分の都市はほとんどここの水を使っているわけですが、引かれている。で青々と緑がいつも茂っているんです。それからここに水力発電所があります。でここの電気がラスベガスに送られている。でもちろんこの水力だけでは足りないので原子力発電所などもありますが、やっていると。結局これによってラスベガスのこんな生活が実現しているというわけなんですね。ところがですね、そこから300キロ行ったナバホ族では、今でも私が行った時もそうですが、こういう家に住んでるんです。で中は、まあ、木で枠を作って上にあの断熱用に土をかぶせた家に住んでます。ホーガンというんですが住んでると。それでまあ普通日本人だったら、先ほどの地図でコロラド川そばにあるんだから、ここから水でも引いてきたらどうかと思うんですが、そんなことをすると子孫がいいとは思わないんじゃないかと彼らは考えてましてですね、何をやってるか、ただ一つやってることは雨乞いだけです。これ祈祷師があの結構 4,50 キロ離れたところまで行って、ここにちょっとうまく映ってませんが、あの小さな滝があるんですね。で何を祈ってるんですかって聞いたら、ここに降るあの流れている水を私たちの住んでるところにも雨として降らせてくださいとお祈りするだけなんですね。でこれはなんかあの工作失敗したみたいですが、彼らのトウモロコシ畑です。日本だったらこの数十倍トウモロコシ植えます、水があるから。ところがこれ以上あの密に植えると全部枯れてしまう、水がないから枯れてしまうということで、こういう畑をでしかものは作らないということをしてるんですね。つまり子孫のことを考えてこういうことをやってる。それからもう一つ、先住民族にあのほぼ共通なのは土地を共有するということです。私が、まあ、30カ所ぐらい行った中で土地を私有しているのはヤップ島だけでしたですね。あとはほとんどの民族が土地は共有です。それでなぜかというとですね、これシアトル州、あシアトルという都市がワシントン州にありますが、シアトルというのはシアトル族が住んでいたから、まあ、シアトルという名前になったんですが、そこの州長のところへ、西部開拓で来た白人が土地を売ってくれと言ったんですね。その時にシアトル州長が答えた有名な言葉が、まあ、記録に残ってまして、どのようにしたらこの空や土地を売ることができるのか私たちは理解できないんですよと。この空気も水も私たちのものではなくて、まあ、彼ら神とはちょっと違う概念ですが、まあ、日本人で言えば神様からお借りしてるんですと。だから我々は持ってるわけじゃないんで、あなたはどうして持ち主でもない私たちから買うんですかということをですね、まあ、言ったという話があります。それから同じようなことは、これは、レソトというあのアフリカの南アメリカアフリカ共和国のすぐ北にある小さな町の王様が、全ての天然資源は現在生きている人々やこれから生まれる人々のために共同で管理すべきものであると。だから土地は全て国のものであって、国民のものであって、個人のものではないと言ってるんですね。ところがですね、西洋的な文化は全く違う考え方です。あの大学で環境のことを勉強すると必ず勉強しなさいと言われるあの論文がありましてですね、ギャレット・ハーディンというアメリカの、まあ生態学の先生が書いた論文で、共有地の悲劇という論文が1968年に発表されて、これを勉強しなさいと言われるんです。中身はどういう中身かというとですね、あのまあ こんなふうに書いてあるんですが、分かりやすく言うと、この部屋ぐらいの土地が仮にあったとします。これを8人の人で、まあ、分けましょうと、つまり私有しましょうと。で3等分ずつすると9個マス目ができます。
で、8個はそれぞれの人が私有して、真ん中だけをその共有で使うようにしましょうというふうにするという、まあ、これが共有地なんですね。そうすると多くの人はどう考えるかというと、羊でもまあ牛でもいいんですが、飼うと自分の羊はまず共有地へどんどん送り込むんですね。自分の土地は大事に青々として取っていこうと、でどんどん送り込む。そうすると共有地はあっという間に草がなくなってしまうということを言ったんですね。つまり共有地というのは、みんな自分の利益を確保するために先に使っちゃうからすぐ荒れて破滅するんですよと言って、これを勉強しなさいと言って教えてもらうんですが、とんでもないと、先住民族にするとそんなバカなことを教えるなということなんです。でこれがその証拠なんですが、これ白鵬などの出身のモンゴル国です。ここに国境があるんですが、かつてはこの程度までずっとモンゴル国だったんですが、第二次世界大戦の後にここに国境が引かれて、こちらはモンゴル国、ここから南は中国の内モンゴル自治区になりました。それで中国は、モンゴル族は戦後すぐは10万人しかここにいなかったんですが、何千万という人をここへ送り込みます、漢民族を送り込んでですね、土地を私有地に分けてしまったんですね。でこれご覧いただくと、なんかこう衛星写真がボケてるんじゃないかと思われるようなところがあります。これはボケてるんではなくて、砂漠になってしまったんです。でモンゴルの方を見ると、これちょっとご覧いただきにくいかもしれませんが、行ってみると草原でですね、草が生えてます。ここのように青々としてませんが、結構砂の中に草が生えている程度ですが、草原なんです。でモンゴル国では2000年間放牧してますが、砂漠にはなってません。ここはたかだか戦後50年ぐらいで私有地にしたばっかりに砂漠になってしまったんですね。それでいかに彼らがモンゴルの人が考えているかというのは、1週間ぐらい一緒に生活しましたけれども、しょっちゅうですね、住居の場所を変えます。パオという組み立て式の家で、どうしてこんなに買えるんですかというとですね、もうこのままここで羊を飼っていると草を食い尽くしてしまうんだと。だからもう少し緑があるところへ羊を全部連れていくんだ、自分たちのためじゃないんですね、羊を草のあるところへ連れていく、で食べ尽くしそうになる前にきちんと移るということをやってる。それを2000年以上続けてきたので、モンゴル国は遊牧をしながらちゃんと緑が保たれている。で実際私が行ったところはここですが、こんな青々としたといっても、まあこの程度砂地もあるんですが生活している。で内モンゴル自治区はあっという間にこういう状態になってしまいました。だから共有が間違いだという、西洋的な考えが間違いだということがこれではっきり分かるというわけです。それから時間、これが全く違いましてですね、まあ、皆様とも今日大変時間に正確にお見えいただいてますが、こういう感覚はほとんどないですね。これは今では偽書、偽の本だということが分かってしまったんですが、なかなかいいことが書いてありまして、パパラギっていうのは文明化された人々という意味です。パパラギは新しい一日を小さく分けた計画で粉々にすると、つまり何時何分から何時何分までは人に会いますと、何時何分まではテレビを見ますとか、もう一日を細分化しています。それでいつも時間がない時間がないと言ってると、これはもう病気だということです。でたまに楽しもうとすると、自分には暇がないと言って、せっかく遊ぼうと思ってたのが遊ばなくなってしまうと、こういうのが先進諸国ですよと、まあ言って、これツイアビという南洋の島の州長だということだったんで、私も最初騙されてたんですが、よくよく調べたらドイツ人が書いた現代文明をからかう本だそうです。しかしちゃんとですね、先住民族の中にそういうことを教えてくれた人がいて、カナダにヌナブト準州という日本の 5.5 倍ある面積に3万人しか生活してない場所があります。ほとんどはイヌイットという
まあ、昔エスキモーと言ってたような人が住んでるんですね。でヌナブト準州をあのカナダの領土から自分たちの土地を準州として、準州というのは立法権だけはないけれども後の権利はあるという州ですね。それにしてもらうために30年以上ものすごくあの延々と交渉してきました。その時の交渉の担当がサイモン・アワーという方で、あの私が行った時にはヌナブト準州の環境副大臣の方だったんです。でその方にですね、次の目標は何ですかというと、準州を正式の州にすることだというわけですね。つまり立法権も自分たちに取り戻すことだ、その交渉を今ずっとカナダ政府とやってるんですというわけです。で私がですね、いつまでにあの州にするんですか、正式の州に格上げするんですかって言ったら、もう感動するような言葉があってですね、そんなことはいいんだよって言うんですね。自分は実はイヌイットの漁師が本業なんだと。で漁師というのは零下40度にもなる真っ暗な、これ冬はですね、あのもう日が出ませんから、あの北極圏で太陽出ませんから、真っ暗の中で40度、マイナス40度の中でずっとこういうアザラシを息継ぎにポカッと浮かんでくる穴をの前でじっと待ってるんだ。それであの穴が1個なら待ってればいつか出てくるんですが、いっぱいですね、大体1匹で7つか8つ持ってるそうですね。だからどこへ出てくるかよく分からないのに、まあ、ここで待ってる。で来た時にやっ、まあ、今はライフルでパンと撃つんですが、まあ、昔はこうやって槍で取ってると。でとにかく待つ習慣があるんだ。で目的はいつまでにやるんじゃなくて、いつでもいいから、いつまででもいいけど、とにかく目的を達成することが重要であってですね、時間というのは大した問題じゃないんだと言ってくれまして、なるほどと思ったんですね。それで、まあ、こんなあのこれは昔で、今私が行った時はこういうライフルであのすごい能力で、ゴルゴ13じゃないかと思うくらいですね、200メーターぐらいの海の上にアザラシが一瞬だけ息継ぎフォッと出ると瞬間にパーンと撃つんですね。で大体仕留めるという能力がある人たちです。でもう一つなるほどと思ったことがありまして、これはアマゾンの、アマゾン川をずっと源流までたどっていたところにあるいるあの、マチゲンガ族という人たちは、あのこれタロイモのようなものを栽培してるんですね。でこれをすりつぶして、あのまあ、トロロイモみたいにはなりませんが、パサパサなんですが、ああいうふうにすりつぶして、それをさらして毒の成分、アルカロイドがなんか入ってるんで、それを流して乾燥して粉にしたものをこういうあの焚き火の上で焼いて、まあ、パンのようにする。酵母も何もない、ただあの普通で日本で言えば小麦粉をただ練って焼いただけのものを作るんですね。でずっと焼いてるんで、この女性にあと何分で焼き終わるんですかと私が聞いたらですね、美味しくなるまでという答えですね。つまりそれがあの基本的な考え方で、時間じゃないんだよと、美味しいものを食べるのが目的でしょということで、全く私たちとは時間の感覚がする。まあ、これは当たり前だということですが、自然の中で生活している人は自然のことを非常によく知っていると。これはあのハワイであの民族 の, その自治を取り戻すために活躍している女性ですが、地球の裏側の砂漠を最もよく知っているのはそこに住んでいる人、まあ、これは当たり前ですよね。でいろんな場所に人は住んでいるが、森に住む人は森を一番よく知っているし、平らなところに住んでいる人はその平らなところをよく知っているんだと、まあごく当たり前のことを言ってるんですが、実際ですね、そうではないことのために大災害が起こったことがあります。2008年の、まあ、日本でいうと冬ですが、向こうのオーストラリアの夏で、あの新年を超えて春までシドニー周辺で大火災が起こりました。少なくともあの文明人が行って150年ぐらいの間で史上最大 の, あの山火事と言われています。あの死んだ人も随分いたし、焼けた家はもう何百軒とあの焼けてしまった家なんですね。でその後に新聞記事が出て、あのこういう内容の記事だったんですね。まあ、あのパッと読んでいただいてもいいんですが、あのタイトルがですね、
国になかったかな、あここにはありませんが、フーリッシュグリーニーというあの名前が使われているんです。フーリッシュってバカなっていうね、グリーニーというのは緑第一主義ですよ、環境保護主義者、愚かな環境保護主義者のために今回の大火災は起こったんだということがオーストラリアの新聞に出ました。でそれはどういうことかというとですね、あの原生林を守れという環境原理主義者が声高に叫んだので、そのビクトリア州というこのシドニーのある州では、自分の土地であっても木を切ってはいけないということが決められてしまったんですね。だからこういうところにいっぱい被害が出ていたら、ここの所有地であっても勝手に木は切っちゃいけない。であるその林というか、まあ森の中に住んでた人が、いくらなんでもこれは山火事があったら自分の家もすぐ燃えちゃうというんで、800本ほど家の周りを木を切ったんですね、あの類焼防止のために、炎症防止のために。そしたら訴えられて裁判になって800万円ぐらい罰金を取られたそうです。で、そういうことが行われていた。ところが今回そのような人々が声高に環境を元のまま太古のまま維持しろと言ったために、今回の大火災が起こった。でちなみに800万払った人は助かりました。あの燃えずにですね、家の周りの木を切ったために。それでこれは実は間違いなんです。あの太古の森というのは間違いでですね、6万年前からオーストラリア大陸に住んでるあのアボリジニという先住民族がいます。彼らは毎年4月頃に、まあ、日本でいうと梅雨明けになるんですね。で木が草がまだ湿っている時にどんどん草原に火を、まあこれはバーナーでやってますが、マッチをポン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 その辺に捨てて燃やすんですね。そんなことしたら大火災になるんじゃないかと思われるんですが、もう彼はよく知ってて、見てると大体ですね、5、6メーター角ぐらいが燃えると自然に消えてます。つまり湿ってるからそんなに燃えていかないんですね。であちこち行ってはこうマッチを吸って投げていくということをやる。そうすると草原が春日山の山焼きのようなことを思い出していただいたんです。阿蘇山の山焼きのような非常に新しい芽が次々出てくると同時に、その類焼とかどんどん炎症していくのを防ぐという役割があるということを延々と何万年もやってきたんですね。だからビクトリア州の森も決して原生林ではなくて、もう人間が火をつけたりなんかして今まで維持してきた森なんですというわけなんです。そこでオーストラリア政府も反省しましてですね、今はこれ実はアボリジニの人なんですが、雇って火を放ってもらってます。つまり全くの誤解で原生林と思って細かいことを決めたためにこれが起こったんだという反論が起こってきた。で最後はですね、これももう皆さん日本の方にとってはそんなこと当たり前だと言われるようなことなんですが、自然を崇拝してます。で、実はこれどういう写真かというと、ニュージーランドにいるマオリの人と一緒に原生林の中へちょっと入っていく時の出発の時にですね、この人が我々理解できないマオリ語で祝詞のようなですね、神主さんが地震災の時ガーンというようなことを言うんですね。で何言ったんですかって言ったら、いや今から違法から来た外部の人間をこの森の中を案内します。で祖先の皆様どうかそれをお許しくださいと、まあ、簡単に言うと許可を取って我々を案内しますということなんですね。で自然は先祖がずっとそこに住んでると彼らは信じているというわけです。で自然が大事なことは、まあこんなまあ、これノーベル平和賞をもらわれた方ですが、こんなことを言うまでもなくて、自然というのは世界の人がそこから資源を取って金儲けしようというもんじゃないんですと、太陽も大地も月も我々の生活をその精神のすべてに関わる存在なんだと言ってます。で、ニュージーランドではこれが人間がこの大きさですがいかに巨大かということをお分かりいただけると思いますが、
千数百年以上前からここにあるあの種マフタという名前のついたカウリという種類の木ですね。でこれはもう完全に神聖なものとされてまして、あの近くへ人が行けないように、あの屋久島 の, あの、縄文杉ですかねのように、あの周りはもう今人が行けないようにして展望台から眺めるようにしてるんですが、ここに、まあ、我々で言えば神が宿っているというふうに考えて大事に保存しています。ところが、まあ後から入ってきた人はそんなことは気にせずどんどん切っていってしまいます。それからオーストラリア行かれた方もおられるかと思いますが、あのエアーズロックと言われている間違った名前が付けた、あの世界で2番目に大きい一枚岩があります。エアーズロックというのはどうしてそういう名前が付いたかというとですね、イギリスがオーストラリアを探検している時代にある人がこの岩を発見したんですね。でその時にイギリスの支配をしていたところの一番偉い人がエアーさんという名前だったんで、ゴマを吸ってエアーさんの岩という名前を付けたというだけのことなんですね。でこれはウルルという名前が先住民族が呼んでいた名前で、聖なる岩という意味です。でそれを勝手にエアーズロックとしたんですが、今困ったことはですね、観光客が登るんですね。これはまあ分かりやすく言うと、皆さんの家に土足でどかどかと外人が入ってくるようなものなんです。それで、まあ、やめてほしいんですが、残念ながらあのアボリジニに、オーストラリア政府がもうこれ観光資源だから我慢してくれと言ってですね、なんか何十億円と毎年あの補助金を代わりに出すということで、まあ、今我慢してるんですが、本当はもう我慢できないぐらいけしからんことなんですね。こういうことをやっていると、まあ、だからもし皆さん今後あのウルルへ行かれた時は登られない方がいいし、まあ、その案内の人に私はこの自然を尊ぶ精神があるから登りませんというともっとあの感心されますから、ぜひそう言っていただければというふうに思います。それから動物はもうほとんどが神様ですね。あの日本でもアイヌ民族はありとあらゆるものにカムイという名前がついていまして、クマはキムンカムイとかですね、あのそういう名前が全部ついてます。でインディアンもトーテムとして自分たちの崇拝する動物を守り神にしているということなんですが、まあ関係ない人は食べるわけでもないのにやたらパカ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 と打つということをやっているというわけです。ところが日本はそういう先進国の中にあってほとんど唯一と言っていい例外です。こういう立派な木は御神木といって神様がここに降りる、まあ、よりしろというんですが、神様がここに降りてくるから切ってはいけないということをするんですね。で屋久島などではどうしても切らなきゃいけないときには、あのお神木をちゃんと上げて、その、まあ、今はやりません、あの切ってはいけないんでやりませんが、しばらく前というか昔はあの家を小さい掘立小屋を作って一晩そこでですね、この木にお祈りをして誤ってお神木をあげて翌日切らせてもらうというぐらい、まあ大事にしてたんですね。それから岩もこういう立派な岩が、これ実はこっちに登山道があるんですが、邪魔だと言って谷底へゴロンとやればいいじゃないかということはしないんですね。これ岩倉といって神様がここに降りてこられるということでちゃんと、締め飾りをして拝んでこの登山をしていくというようなことをやっている。それから動物はあのこういう狛犬のように、あの、まあ、犬か狼か狐かいろんな説がありますが、これは神のお使いだと思っているんですね。でそれが今きちんと残っているのがアイヌ民族で、アイヌ民族は今ほとんど全ての動物が神のお使いだというふうに、まあ、考えているんですが、こういう精神を持っています。それでそれがあの残っているのが日本の神道でありまして、あの富士吉田に浅間大社本宮神社というのが、あの富士本宮神社かな、あのというのがあります。これはあの富士山を守る、あの崇めるための神社なんですね。それご存知かも分かりませんが、富士山の8合目以上の土地は浅間大社の私有地です。私有地というのは神社の持ち物なんですね。
で富士山が世界遺産になった時の、あの祝賀会に私もちょっと関係したんで行ったらですね、富士あのその浅間大社の宮司さんがあの挨拶立たれて、この度は私どもの私有地を世界遺産にしていただき大変ありがとうございましたと言われたんですが、これは間違いじゃなくてその通りなんですね。しかし浅間大社も古いんですが、紀元でいうと27年とかそのくらいね、まあ、つまり2000年近く前にできたんですが、それよりさらに古い場所がこの神社の奥にあるんです。これ入っていくと鳥居があって、ここに門があって、あとは何もなくてですね、突然こういう場所が出てきます。これは古代からここの妖拝所、あ、書いてない、すみません、妖拝所という場所を通して富士山を拝んでた場所なんですね。で今木がどんどんあの茂ってしまって、まああの富士吉田の人がここだけ見晴らしがいいように切ってくれてるんですが、あの昔はあんまり木が大きくなくて富士山がきちんと見えて、ここでみんなお参りをした。つまり山というものを自然つまりとしてだけではなくて、神がそこにいる場所として崇めるというのは日本ので、その中でも今にずっと伝わっているのが日本最古の神社と言われる大神神社です。あの奈良県の桜井市にあります。ここは非常に珍しい神社で、拝殿という拝むための神社があるんですが、この後ろに普通の神社のように本殿というのがないんです。本殿というのは何かと、天照大神をお祭りしてますがですね、大国主の御事をお祭りしてますというようなあの神がおられる場所なんですが、それがない。なぜか右の三輪山という山を拝むためにこの建物だけを建てたんですね。で古来ここは神主といえども入れない、入ってはいけないと、みんな拝むだけだったんです。明治になってからちょっと堕落しましてですね、今300円払うと山まで登りつけると、ただし一切持ち物はなしで、食べ物はもちろんです、カメラももちろんなしで、あのただ登るだけということになってるんですが、そういう場所として残っています。それからこれは和歌山県にある広尾神社という神社で、鳥居をくぐってここから入っていきますと、あの、まあ、今は石畳のある道があるんですが、2、300メーター行っても建物が何もありません。突然最後に出てくるのが、落差日本最大の那智の滝ですね。これを拝むために広尾神社という場所だけが設定されているということです。まあ、最近日本もあのだんだん堕落してきたと思ったのは、一昨年だったか、ここをですね、若い人が3人ロッククライミングしようとして、あの警察が呼ばれて止められたぐらいの事件がありましたが、昔の日本人であれば恐れ多くてですね、こんなところへ登るということも考えなかった。今滝壺ももちろん近づけません。あの特別神社の許可を得た人しか近づけないっていうんですが、こういうことを。それからもう一つ、和歌山県に神の倉神社という、これ神倉とも言うらしいんですが、まあ、神の倉神社というのがあります。でここから525段石段があってものすごく急なんですが、これをずっと登っていくと最後に何もなくて岩だけがポツンと出てきます。これは古事記にもなんか出てくる岩らしくて、ごとびき岩という由緒ある岩、これを祀るための神社があるということですね。古代日本はあの大国主の御事とか月読みの御事とかそういうものより前は、こういう自然そのものを実は信じてたということです。でこれがこういう精神が威力を発揮したのがこの間の大津波で、この仙台平野の、これ太平洋です。でここが全部津波に来たところですが、そのちょうどギリギリのところに波分け神社というのがあります。私行ってみたんですが、こんなあの質素な神社かと思うくらいですが、これは慶長三陸津波がわーっと上がってきたときに、ここまで来てから二手に分かれて海に戻っていったというので波分け神社という名前をつけてですね、後世ここまでは津波が来るよということを教えてたんですね。ところがそれを忘れてしまって、神社から海側は見事にこういう状態になっちまうということになりました。もっと奇跡的なのがですね、これあの仙台空港ですね、名取市にある仙台空港、
この斜線のところが津波が来た範囲です。で、当然ここにあった下増田神社というのは、創始806年という由緒ある神社も津波の中に、巻き込まれることになったんですね。で、津波の前はこんな景色でした。ところがちょうど国土交通省のヘリコプターがずっと飛んでる時に、そこへまさに津波が押し寄せてくる、あの空港へ行く直前の時の写真があるんですが、下増田神社、当然津波に現れてもう何も残ってないだろうと思われて、津波の後の衛星写真で見ると確かに何も残ってないように見えたんですが、行ってみたらここだけきちんと木も祠も無傷で残っていたということになったんですね。まあ、なかなか理解できないんです。で、もう一つ、ここに相馬市に八龍神社ってあるんです。津波が来た範囲内だったんですが、そこだけはちゃんと津波の跡も残っていた。そこでですね、非常に不思議だと思った熊谷さんという若い20代の研究者が、自分の地元だったんで82の神社は残ったかどうか調べに行ったら、赤い神社が残って、それで青い神社は流れたんですね。で、これの青い塗ってあるところが津波が来た範囲です。ご覧いただくと分かりますが、見事に津波が来た境界の上に古い神社が残ってたということなんですね。まあ、これは経験的に何度も津波に襲われてそういうことになったかも分かりませんが、不思議なことだ。で、なぜこういうことが起こったかというのはですね、この後説明しますが、その理由を説明する前に、日本は大変多様なその自然が残っている珍しいところだということを知っていただきたいんですが、日本には哺乳類が188種類います。同じ島国のイギリスで、面積が日本の6割程度のところには50種類しかいません。日本には固有の哺乳類が40種類いるんですが、イギリスはゼロです。他のも見ていただくと大差です。植物も、すみません、これ間違ってるんですが、足した5565種類の植物があって2300種類が固有なんですね。で、イギリスは1600種類しか植物が生えてなくて、十数種類しか固有のものはないんだということです。なぜこんなイギリスと日本は大差がついたかというと、森林面積の比率が全く違うんですね。日本は世界有数の人口密度にもかかわらず 68% が森林として残ってます。イギリスは 12% しか森林がなくて、人口密度は日本の6割、7割程度ですかね、7割程度なのに残ってない。一つは先ほど最初にご覧いただいたローマ人がどんどん森林を切っちゃったからですね。二つ目は産業革命の時に鉄を溶かすため、鉄鉱石を溶かすための焚き物として使ってしまったということなんです。とか、日本は今の不思議だということをご紹介した神社がこの森林を維持する役割があったんです。神社というのは滅多やたらのところに立っているわけではなくて、きちんとした意味のある場所に立っているんです。で、それはなぜかというと、ここに仕切りが、目に見えない仕切りがあって、ここより後ろは奥山といって、神々が生活しているから、人々は入ってはいけない。先ほど三輪山のようなものなんですね。で、ここから下側は里山で使っていいと決めてきたんです。で、1年に1回とかある特定の期間だけ奥山へ入れるんですが、その時にはこういう身を清め修行をして、白い装束に固めて、お参りに行くということなんですが、里山はいくらでも椎茸作ってもいいし、山菜取ってもいいし、それから流れてる川では釣りをしてもいいし、水事洗濯もいいです。で、その流れ着いた海では貝取り、魚取りしていいです。で、結局奥山と里とつくところの間を水も生物も空気も全部循環しているという日本の精神文化が日本の自然を維持してきたということなんですね。で、それを断つとどういうことになるかという典型的な例が、ナイル川にあります。これは地中海で、こちらは北なんですが、ずっと南の方に行ってビクトリア湖まで、
約6700キロメーターの長い川です。で、今から45年前にナセル大統領が河口から800キロのところにアスワンハイダムという巨大なダムを作りました。これがダムによってできたダム湖ですね。500キロこの距離だけであるというすごいダム湖ができました。で、こんなダムを作って、今観光には使われていますが、問題はアブシンベル神殿が水没するということで、急遽ユネスコが金を集めて一部だけを上の方に運び上げるということになったんですが、これの問題よりももっとすごい問題はこのナイルデルタですね。ナイル川が地中海に注ぐところ、ここは世界でただ一箇所5000年以上小麦が連作できた珍しい農地なんです。小麦っていうのはご存知だと思いますが、2年だいたい作ったら1年は休ませないともう土地が痩せてしまって作れない。ここは毎年作って5000年が続いてきたんです。なぜか、ナイル川は6月頃から一気に氾濫して一月ぐらい延々と氾濫します。で、その氾濫した水が上流の肥沃な土をここへばらまいてくれる。で、もう一つはこれ地中海から絶えず塩水が湧き上がるのを流して去ってくれるということだったんです。ところがダムを作った直後から塩はボンボン吹き出すし、それからあんまり作物は肥料がないからできなくなるし、ここは実は河口にあった漁村が土が流れてこないために水没してしまった後ですが、こういうことが起こったということなんです。で、循環を止めるというか、いかに大変なことかということが、お分かりいただけると思いますが、今日本はそれをやろうとしてましてですね、私反対してるんですが、微力で今一番頼りになるのは安倍昭恵夫人が反対しておられるので、なんとか頑張ってほしいんですが、強靭な国土というので一昨年12月4日に国土強靭化法というのができてしまいました。それがいかに馬鹿げてるかということを、関係の方には申し訳ないんですがご説明させていただきますとですね、釜石湾港防波堤というのが30年間かけて1200億円で、海底から60メーター立ち上げて防潮堤を作ったんですね。ギネスブックに登録されました。ところがたった3年、これはそのギネスブック登録された、こんな風に立派な防潮堤ができたんです。ところが3年後大津波が来て全部崩れてなくなってしまったんですね。でもうこれで人間の火力を知って諦めてくれればいいのに、今国土交通省は400億かけてもう一度作ると言ってましてですね、もういい加減にしろという感じなんですね。それでさらにこれがどんどん続いてきます。これは気仙沼にある大島という島に日本の100名海水浴場に選ばれた小田の浜海水浴場ってあって、もう一つきれいな大谷海岸というところがあって、この辺全部今防潮堤を作るという計画が進んでます。で、今の大谷海岸というのはこういう白砂青松のところですが、ここにですね 9.8 メーターの防潮堤を作りますということです。で、国土交通省もこんなことやらなければいいのに、ここまで防潮堤作りますよという看板がですね立ってるんですね。で、私がモンタージュするとこんな景色になってしまって、もう向こうはまるで見えなくなるんですということをやろうとしている。それで今これは岩手県だけの例ですが、前もうすでにこの青いところまで防潮堤があったんですが、役に立ったのはこの普代海岸の、この普代海岸というところの防潮堤だけが役に立ちました。あとは全部津波が越えてきて役に立たなかった。そこでということでもっと高い防潮堤を作ろうということになったんです。ところがですね、この間の津波で来た津波の高さは全部それ以上なんですね。こんなものを作って役に立つんですかということなんですが、今さらに増えてこれ400キロぐらいになっているようですが、この素晴らしい三陸海岸、私カヌーで何度も行ったり来たりして本当にいい景色の海岸の2割以上にあのコンクリートを作ってしまうということを今着々とやっておりましてですね、ちょっと坂口先生に申し訳ないんですが、和歌山県出身の某大物政治家がこの温度を取っておられるということでですが、もうこれ1兆円ぐらいになりますということなんですね。で、実際もうでき始めました。人間の大きさと比べてください。こんなものがですね
400キロもできていくんです。それでもうできたところがあって、これはあの宮城県の山本町、高さ 7.2 メーターの防潮堤が数十キロずっと作られています。岩沼市とは 7.2 メーターのこういう防潮堤がなんと30キロですね、続いていくんですね。まあ、こういうことやるならせめて南沙諸島に埋め立てでも日本の技術でやったらどうかと思うくらいなんですが、こういうことがあった。つまりこれ最大の問題は何か、日本の自然を守ってきた循環を全部ここで止めるということなんですね。空気も流れていかない、水もあのうまく流れていかない、魚も越えてこないということになってしまうということで、まあ、ぜひこれをまあ止められないかと思って、私が新聞とか雑誌に一生懸命書いてますが、全く私の力では何とかならなくて、今安倍夫人だけが頼りということでやってますが、まあ、こんなこともお考えいただきながらということで、どうもありがとうございました。